山中で曹操を破り大きく前進したとのことです。天下二分、いよいよ曹操を討つべき時が近づいてきましたな。ああ、劉備か、真の受ける限りにおいては頼もしい盟友だな。しかしいつまでもそれでよいのでしょうか。孫武が天下を制するにはいずれ視野を広く持て。よも天下の姿は今までに描かれなかった形もあるはずだ。天下の姿、剣。おお、父上、兄上、ご回復何よりです。やったじゃねえか、お前の戦見せてもらったぜ。いえ、私などまだまだですが、これで私はまた兄上の元で戦うことができる。何言ってんだケン、あとは頼むって言ったろ、忘れたのかよ。ですが兄上。さあケン、お前が描く孫悟の天下への道、俺たちに見せてくれ。